ゆっくり行こう。はい、ご覧の通り雪が残っていて滑ります。はい、どうもこんにちは、体育の兄さんでございます。おはようございます、本当でござる。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。このビデやりたくないんで。一応ね、ここは遊歩道として使われてるらしくて、結構ね、散歩で歩ってる人も結構多い。一応旧道です。今回は心霊じゃなくて普通に変わったトンネルと廃道を歩こうです。わかります？はい、ここでエンジンついてるやつは入っちゃいけませんという感じなんですけど、歩行者は大丈夫です。はい、遊歩道になってるから大丈夫です。本当はさ、新しいトンネルくぐって一周しようかなと思ったんだけど、工事してたからちょっと一周は難しいかな。てか鈴鳴らないんだけど。鳴ってる？お、あそこに怪しいドラム缶発見。え？いいの？いいの？あのドラム缶いいの？開けなくていいの？なんかさこら行ったよ。まあでもすんげえ澄んだ青空です。澄んだ青空、白い雲、そして太陽。わかったよ。動画には声入ってなかったけど鳴き声が聞こえてたんだよ、ギャン鳴きの。多分それってさっきの公園からの散策路、この上なんで、それの声じゃねえかなと思って。入ってるか。じゃあなんだよあれ。ダメだなこれ。休憩しないといかんパターンかな。あ？やべ、誰か泣いてる。
え、散策路でなんか喧嘩したんじゃないの？だってあそこに柵あるもんね、ほら。あるけれどもよ。ね、そしたら、アップにし、ちょっと私の軍手を外してくれますか？なんだ、同じあの、中央で物語の何とか。そこのほら、柵ね。え、そしたら、こう入ってんでしょうよ。なんで、じゃあ、こうが入ってんじゃないの？知らない。あなたの編集のあれでは消せないはずだ。まあ消せないけど、まあギャン泣きしてたのが、まあ1ミクロも入ってなかったのに本当にびっくりした。全然入ってないの、思いっきり聞こえてたのに。それここじゃねえ。本当だ、女の人が映った。髪の毛の長い、なんか恰幅のいい男が映った。あなただね。絶対ちょっとストップ。